にご紹介したい人がいるということで、登場してもらっていいのかな、はい、さあ来ているんであれば皆さんに一人だけ、ちょっとですね紹介しなきゃいけない、はい、ちょっとおかしな方がいらっしゃるんですが、はい、それでは登場していただきましょう。この方です。いない今ね、走ってた。いるどこそこでぐるぐる回ってんの。あ、ぐるぐる回ってる。はい、ぐるぐる回ってる。はい、さあ、ステージの方に来ていただきたい。はい、この方でございます。ゆりちゃんモータース。なんだ一人特別枠になってるぞ。ごめんなさい、ごめんなさい、本当に。はい、ね、これ近づけると大きい声になるから。そうそう、この方ですね、実は昨年のオートサロンにおいてミッションが渡されました、昨年のミッションはとにかくいきなりですね GRK でもうドリフトラジコンをやりなさいと、そしてドリフトラジコンをやって、全国大会まで来なさいというところでのミッションを課して、そしてその目的目標は実は達成された。そうなんです、おかげさまで。ですよね、はい、見事に来ましたよね、はい、めちゃくちゃ悔しそうでしたけども喜んでもいたけど悔しそうでもあった。そうですね、まあ、はい、見るを見ざんに全国大会では砕け散りましたけどもそうなんです、でもあの舞台には立てた、はい、というところで、はい、それは多分分かってると思いますが、はい、はい、今年のミッションです。今年のミッション聞いてます。今年のミッションと、もうね、この方ほとんどオートサロンとか自分の会社使って遊んでるだけですからもう本当に、まあ、よく、はい、ゆりちゃんモータースにはですね今年のミッションが課せれました。あ、そうなんですね。はい、言います。はい、ゆりちゃんモータースは今年のミッションは D1 ライツの権利を取るということは、ラジコンもういいです、一回やめて実写、もともとこの方は実写やってるんですね。ちょっと待って、ロードスター等で実写のドリフトをやってるんですけれども、実写のドリフトでやっぱり上を目指していただきたいんで、 D1 ライツの権利を取る、権利を取るというのは地方戦に出るということなんです。で、地方戦に出るにはレベルも高いんで、今のロードスターでは全くもって歯が立たない。なんてこと。なので、ゆりちゃんモータースにはですね、柴田、モータースポーツにあるものすごい、シルビアドリシャがあります、このドリシャを1年貸します。貸します。ミッションです。ミッションです。地方戦で勝って、はい、ライツに行ってください。そうです、与えられた期間は1年です。今初めて聞いたでしょ。ちょっとガン飛ばしちゃってるんですけど。なんでです。なんでかというと、この方僕もよく分かってないんですけど、もともとちゃんとした仕事っていうか先生をやっているぐらいな、内緒内緒、はい、なんですが、それすらもうやめちゃいました。まだやめてないです。まだやめてない。3月末で、そうね、やめるんです。そしてドリフトとして人生歩んでいくんです。めちゃくちゃですね、もう。でしょ。でも、はい、いや、そのつもりでいたんですけど、だからじゃあやろう。でっかいな。あのね、この人ね、人生バカな人大好きなんですよ。確かに、私も振り切れてる方かなと思ってたけど。振り切れてますよ、あなたの場合は。でも、ちょっとね、格が違う。でしょ。あなたそれ乗っかっちゃってるんだから。もうちょっと早く言ってもらっていいですか。いや、ダメです。その場で言う、もうその場で決めて、その場で言うんです。11時に。だって、これをやるって決めたのも昨日ですから。だから私、ここに、ね、駐車場が満杯すぎて、はい、ハムスターのようにぐるぐる回ってて入れなくて、やっとこさ来たと思ったら、はい、お、喋れって言われて、またなんかラジコンの話でもするのかなとか、今日は登壇する予定なかったんですか。なかったです、なかったです。ですよね、はい、なんで、もうこれで終わりです。ここでお約束なんで、はい、とにかく今年1年のミッションです、はい、D1 ライツの権利を取る、要するにすなわちですね、まあ、4位以上、地方戦で、はい、まあ、16ポイントぐらいとにかく稼いでいただく、だからどこ出てもいいです、もうとにかくどっかで出たら加算されますから、はい、地方戦、もしくは選考会、すべて、はい、もう出まくってください。で、そのための勝てるマシンをご用意いたしました、はい、タイヤもスキー使ってください、はい、いいですか。はい、そうなんです、もうやるんです。で、来年のこのオートサロンの舞台であなたが来るか来ないかになりますんで、来るっていうことは新たなるミッションが課せられるということになります。来ないということはそのミッションが達成できなかったもう終わりということになります。なるほど、はい、1年で行かなかったらそうです、ゴミとなる。そうです、はい、もう1年かけたゲームをやってます。1年、それにあなたは、乗っかってるということを今気がついたんですね。今気がついたし、それは去年からやってるんです。馬場さん今騙されてるんです。騙されたけど、もっとなんか楽しくゆっくりかと思ったら、全然そんなことは、そんな悠長なこと、そんなこと悠長なこと言ってる年でもないでしょ、もう間違いないです。そう
失礼、急がないと。そうですよね、急ぎましょう、急ぎましょう、はいはい、ということを皆さんの前で、はい、ご披露して、はい、お約束という形を発表させていただいた、はい、一言どうぞ。いや、急に、急にですか。わけもわからずここへ上がらされ、わけもわからないミッションを課せられたかわいそうなゆりちゃんモーターズなので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。はい、はい、で、ゆりちゃんモーターズの実態はですね、詳細は自分の、チャンネルで、あ、そうですね、 YouTube とインスタグラムをメインに、ゆりちゃんモーターズで出てくるの、あ、すぐひらがなでゆりちゃん、カタカナモーターズですぐ出てくるんで、それで調べておいてください。何なんだあの女はって多分みんな思ってると思いますよね。そうですよね、はい、一応地上波が追っかけますので、これもちゃん何ですか、地上波でもいいんですよ、知らなくても大丈夫です、はい、ということで皆さん覚えておいていただきたいと思います。来年のオートサロンが楽しみです。ゆりちゃんモーターズありがとうございました、頑張ってください。以上をもちまして、はい、これサプライズの発表も終了とさせていただきます、はいはいはい、皆さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。トラピさん、柴田社長ありがとうございました。